俺のこと思い出してくれた？もちろんです、サソリ様。さて、どんなものか。三、上空の見張りが三人か。しかしなかなか芸術的なデザインしてやがんじゃねえか、この里も。芸術は爆発だ。潜入成功。ん？そこまでだ。ほう。しかし、オイラがよくわかったな。この砂漠にそんな鳥はいない。なるほど。便利な人中力だな。これは、風影様。結局大騒ぎにしちまって、デイダラのやつ。俺は待たされるのが好きじゃねえからな。ガラ、入るぞ。隠密行動は失敗だな。さすがに血のりがあるか。厄介だな。それも誘導タイプか。カーツ！カラ！まるで中身を守る卵の殻だな。さばけろ！終わったな。さすが風影様だ。カンクロ、戦っているのはガーラ様か。どこにいる？あそこに。
情報じゃ。思い出した、あれこそ絶対防御とやらの砂であり、もう粘土が少ししかねえんだ。もう追尾タイプが一発分と、お箱のこれしか残ってないぞ。うん、里を壊そう。黒い衣に赤い雲模様。ガーラが絶対防御の砂まで出して戦っている。敵は相当の手だれと考えて間違いない。ガーラは里のものを傷つけたりしない、絶対に。今さら俺たちから離れて正規部隊に入るなんてきついだけじゃん。お前をよく思っていない上役ばかりだし。分かっているが、待っているだけではもっと大きな苦しみにまた襲われる。いつかあいつのように。だから俺は砂の一人の忍びとして風影を目指す。渦巻きナルトを見てそう思った。しかしあいつがあそこまでして言うつながりとは何なのか、あいつと戦い触れ合うことでそれを教わった気がする。あいつは俺と同じ苦しみを知っていた。誰からも必要とされている砂隠れの風影だ。総員に非常招集をかける。はっ。貴様は貯水家の警護だ。二小隊連れて行け。はっ。全力でガーラを、いや風影様を援護する。下から邪魔されんのは興ざめだ。まずい、離れろ。さすが風影だ。はい、射程圏。うん、カーツガラ。やった、すごい風影様。さすが特別製の砂はガードが早いな。その隙にお前の砂を食って起爆粘土を混入させてもらった。爆発だ。ガラー、風影様。バカな。ガラの絶対防御か。回収するか。砂を里の外に運び出そうとしてるんだ。里に被害が及ばないように。さすがは風影。撃て。あんまり待たせるとサソリの旦那の機嫌が悪くなるな。うん、やった。ノルマクリアだな。ガーラ。